和田幸四郎は、埼玉県東松山市出身のプロ野球選手。左投げ左だ。千葉ロッテマリーンズ所属。小学校4年で野球をはじめ、東松山市立市の川小学校、東松山市立北中学校在学時は、軟式野球を経験。しかし、中学2年で股関節を負傷し、復帰後も、周囲との実力差を感じたため野球を断念。 埼玉県立小川高等学校では、陸上部に入部し、総幅飛びの選手となる。高校1年の夏、山村国際高等学校に進み、1年目から野球部のベンチ入りを果たした友人を応援するため、テレビの高校野球中継を見ていると、そこに映る真剣に野球と向き合う友人の姿と、競合校の花咲徳境高等学校を打ち破ったように感動を覚え、 野球の再開を決断。冬に陸上部を退部し、同校公式野球部の部員数が少なかったことから、レベルの高さを求めて、公式クラブチームの時川クラブ公式野球団に加入。1年目は代打で起用されていたが、2年目からは一番、中堅手として定着。全日本クラブ選手権予選にも出場した。したがって、高野連参加にある、 高校野球の経験がない。高校卒業後は、クラブチームに所属したまま大学への進学を予定していたが、前年に同クラブチームからベースボールチャレンジリーグの武蔵ヒートベアーズに入団した横田博道に影響を受けて独立リーグへの挑戦を視野に入れる。腕試しに四国アイランドリーグプラスト BCL の トライアウトを受験したところ、BCL の富山 GRN サンダーバーズ監督の吉岡雄二の目に留まり、同級団に入団。富山では左翼種のレギュラーとして活躍し、2017年のドラフト会議で千葉ロッテマリーンズから育成一位指名を受けた。2017年11月19日、支度金300万円、年俸240万円で千葉ロッテマリーンズと、 契約を結んだ。背番号は122。育成選手時代2018年は3月24日のイースタンリーグ東京ヤクルトスワローズ戦で9回表に公式戦初安打となる本塁打を放った。しかし本塁打はその1本のみで94試合に出場しながら打率167、3打点、6盗塁の成績に終わる。盗塁はで 盗塁成功率が5割を下回っていた。2019年も支配下登録されることなく、年間通して2軍で暮らしたが、選手権人コーチの福浦和也指導の下で、打撃フォームを強制すると、9月は月間打率34、346,3本塁打を記録。最終的に、103試合に出場して打率26、264,6本塁打。 20打点の打撃成績を残し、総類ではリーグに遺体となる23盗塁をマークした。2020年は育成選手ながら春季キャンプから一軍に合流し、6月1日に支配下選手登録契約を結んだ。背番号は122から63に変更となった。6月の練習試合で8盗塁を決めるなど足でアピールし、 自身初の開幕一軍を勝ち取ると、開幕戦である6月19日の福岡ソフトバンクホークス戦にて、1点を追う9回表虫の場面で、角中勝也の代走として一軍初出場。日誌になってから強権として知られる開拓也からプロ初盗塁を記録し、その後、一時同点となるホームを踏んだ。24日には、初盗塁を記念したグッズの受注販売が開始された。 同27日のオリックスバファローズ戦では、7回裏に、清田育博の代走として出場。2等を決めると、9回裏には、先頭打者として、プロ初打席に立ち、至球で出塁。再び2等を決め、プロ入り後初めて1試合で2つの盗塁を決めた。その後も、試合終盤の代走要員として起用され、続けてきたが、8月16日の北海道。 日本ハームファイターズ戦では、1番、中堅守でプロ入り初先発出場。第1打席で、ドルーバーヘーゲンから、プロ初安打を記録すると、3打席連続安打でプロ初の猛打賞を記録。先頭打者として出塁し、自打者、中村進むワレへの初級で二を成功させ、その、中村のギガで三塁進塁、その後本塁生還という展開を、初回、 3回、5回の3連続で繰り広げる3安打、3盗塁3得点の活躍を見せ、決勝打を放った田村隆弘士と共にヒーローインタビューを受けた。この試合では、チームメイトのマーティンも3盗塁を決めており、ロッテが1試合で6盗塁を決めたのは2006年10月1日の楽天戦以来14年ぶり、コンビで6盗塁達成は、球団史上初の出来事であった。 22日には、初安打を記念したグッズの限定販売が開始された。同19日のソフトバンク戦では、死球で出塁した1回裏に、中村翔吾の中前単打で一気に、ホームに生還する、驚きの走塁を見せた。8月は、月間で11盗塁を決め、シーズン16盗塁となり、2位の西川春樹に3個差をつけて、リーグトップに立った。 以降も登録抹消されずに一軍に帯同を続けたが、新型コロナウイルス陽性判定を受けた岩下大輝の濃厚接触者と特定されたことで、感染拡大防止特例2022より10月6日に登録を抹消された。同16日に一軍に復帰し、再び主にダイソーとして出場を重ねたが、二類走者とのダイソーとしての起用も増えたことで、 10.11月の投塁数は4に止まった。最終的に71試合に出場。うち、先発出場は14試合のみで、43試合が、ダイソーとして、14試合が守備からの出場であり、打席数は69と少ないながらも、リーグ3位の23投塁、投塁成功率、885を記録した。しかし、打撃面では打率。 203と苦しみ、来季以降の課題とした。シーズンオフには倍増以上となる580万円増の年俸1000万円でサインした。50メートル5秒8の瞬速、遠投107メートルの強肩とフルスイングが持ち味。富山時代は中軸を打っていたが、ロッテ入団後は足に磨きをかけ、2020年に支配下選手登録を勝ち取った際には、 自分のアピールポイントは足だと思うので、まずは足でチームに貢献をしたいと思っていますとコメントしている。長身を生かした大きなストライドで軽やかに走り、躊躇がない走塁を見せる。ロッテ o b の野球解説者、有藤道代からは、脚力だけでなく、スライディングも非常に速く、通算投塁数及びシーズン投塁数の日本、記録保持者である。 福本豊を思い出させると絶賛されている。早いカウントから盗塁を決めることが多く、2020年シーズンは23盗塁のうち21盗塁が、和田が盗塁を決めた際に打席に立っていた打者に、投じられた球数が3球目以内に決めたものであった。中堅守としての守備範囲も広い。目標とする選手は、柳田祐希で、富山時代には YouTube で、柳田の打撃動画を見て、 フォームとスイングの参考にしていた。持ち味のフルスイングや、和田のニックネーム、ワギータも柳田に由来する。好きな選手は、糸井義雄北中学校一年時にプロサッカー選手の松本、安氏とクラスメイトになり、以後進行が続く。互いのプロ入り後は、2020年現在、直接代面していないものの、電話やメールで細かく、やりとりを続けている。入場時には、 松本からの激励のサインが入った色紙を持ち込んでいる。和田が初めてスタメン出場した2020年8月16日の試合で、松本は初めて野球の試合を最初から最後まで見たという。野球を再開するきっかけを作った友人とは未だに交流が続いており、2020年時点で大学野球に進んでいるその友人からは、和田が NPB の一軍でプレイできているのは俺のおかげだぞ。と笑いながら言われるという。富山時代、ゲーム、アイドルマスターシンデレラガールズのテーマソング、お願い。シンデレラが応援歌に使われていた。6人兄弟の4番目に生まれ、兄は陸上競技やバスケットボール、妹はソフトボールをプレイ。父親は野球、母親は、 バスケットボールの経験者というスポーツ一家である。兄弟で野球をやっていたのは、高ウ郎のみで、父親によると、家族の中でも別格の運動神経を持っていたという。高校陸上部時代の総幅跳びの自己ベストは6メートル45センチメートル。ありがとうございます。